久保さん。今回は半身不随で年収1億にしましょうか。半身不随で年収1億。まあ、あの、情報ビジネスのドン。わさだいすけですね。<laughs> わさだいすけ。車椅子で年収1億10年以上かな。はい。まあ、あの、僕がネットビジネス入ったの15年以上前からいたんですけど、あの、まあ、本も出されてますけどね。 あので、情報企業解体新書じゃないかな。あなんだっけな。なんかまあ、なベストセーラー商品があるんですけど。なんだっけな。早稲田いすさんの。早稲田いすさんの。 あ、ネットビジネス大百科だ。あ、これネットビジネス大百科2出たのか。ネットビジネス大百科2出てるじゃないですか。え、ネットビジネス大百科 2? えぇ、ー。マジか。完全無料か。 ネットビジネス大百科2にしときましょうか。SEO 的に。ネットビジネス大百科2が出てますよ。これ無料。無料なのか。あー、なるほどね。そういうことか。あー、なるほど、なるほど。そういうことか。あサロンか。サロン、 サロン2000円のやつ、無料お試しか。なるほどね。まあ無料でもらえるけど、サロンの、にも入ると。で、21日間経つと、えー、解約しないと、あの課金がされるってモデルですね。なるほど。えー、ネットビジネス大百科2にしましょう。これ2出てるんですね。<laughs> うん どうですかね車椅子ですかね今。<laughs> うん。まあ、早稲田いすさんの本で、なんかその、まあ、映像もありますけどね、ここにペン加えてね、ペン加えてこうやってキーボードを叩くみたいな、なんかありましたけど、まあ、やるだけなんですよね。まあ、その状況でもやった人はそ,そうなんですよ。<laughs> その状況でも、車椅子でもやった人は、まあ、単純ですよね。久保さんも言ってましたけど、商品作って売るだけですよ。 まあもちろん集客もしてますけども。じゃあ集客するためにどうすればいいのか、商品売るためにどうすればいいのか、商品作るっていう。ただそれをやっただけですよね。久保さんもそうですけど。ね。最初、即可塾っていうのをね。あの、20万円ぐらいで販売して。最初セミナーですね。最初セミナーやって、その後教材販売、塾みたいな感じでこうやってきましたけど。まあそれをやるだけなんですよね。あとは売れるまでやるってことですね。しっかりと。うーん。 まあ僕も単純にそれをやってるだけですよね。ネットで集客して商品作って売るっていう、ただそれだけやってるんですけど。で、商品作れないんだったら、まあアフリイトっていうのもありますから、まあアフリイトやってもいいですし、ただ一番利益率が高いのは、やっぱ商品販売してね、あの、利益を取るっていうのが一番いいので、まあ月収100万に行きたいんだったら、最短最速で月収100行きたいんだったら、20万の商品作って5人に売るとかね。 100万円の商品作って1人に売るっていうね。これが一番早いと思いますけどね、僕は。まあ人それぞれわかんないですけど。だってなぜならばみんな集客で悩むんで。集客で悩むわけじゃないですか。アフリエイトするにしてもアクセスに悩むわけじゃないですか。うん、だから少ないアクセスで100万取るんだったら商品作って売る。20万円の商品だったら5人に売れば100万ですよと。100万円の商品だったら1人に売れば100万ですよと。もうそれだけなんですよ。 うん、で、これをやったかやってないかですよね。徹底的に。久保さんはやりましたよ。徹底的に。セミナーもバンバンやってるね。ずっと、毎日セミナーやってたんじゃないですか。あの、かあ,のあの、公演の前の事務所。あそこでね、ホワイトボードでね、いろんな人毎日来てたと思いますし、あそこで毎日セミナーしてたと思いますけど。<laughs> もうそれやってただけですからね、最初。まあ僕はもうずっとそれを未だにやってますけど。 だそれをやりたくないんだったら、まあ他の稼ぎ方を探すか、まあ、あの、一般の稼ぎ方、給料をもらう生活するかっていう、どっちかですよね。だどっちでもいいと思うんですよ。ただどっちでもいいんだけど、なんで言ってるのかっていうと、まあ久保さんと僕のもとには、なんか人生変えたいんです。だから億万長者合宿の本編もそうですよ。ね、億万長者合宿湯河原でやりましたよ、2日間にわたって。ねえ。 湯河原まで来てね。湯河原まで来て、金払って来て、泊まり込みでやって、講義聞いてね。今どれぐらいやってるんですかね。多分、まあ申し訳ないですけど、連絡ないし、わかんないですよ。わかんないけど、多分推測で言うと、多分ほぼやってないですね。やってたとしてもですよ。仮にやってたとしても、僕と久保さんほどはやってないですね。これはもう100%倍あの言い切ります。仮にやってたとしても、僕と久保さん以上にやってないですよ。 だ僕と久保さんがライバルなわけですから。うん。で、また結局なんか効率的な。なんか、やっぱ自分でもなんかできることないかな、みたいな。なんか、またぐるぐる回ってるかもしれないですね。うん。徹底的にやるっていうね。徹底的です。結果が出るまで徹底的にやると。でも、シンプルなんですよ。やることは。うん。そう。まあ、それだけっすね。 半身不随、車椅子でも年収1億ですよ。徹底的にやってますよ。うん、僕は早稲田いすさんとお会いしたことないですけども、まあ少なくてもやってますね。徹底的に、鬼のように、コピーライティングなんかは鬼のようにやったと思いますよ、うん。勉強もしたし、やったし。だからメルマガで売ってた、あの売ってましたし、まあ今もメルマガで売ったりとかしてると思いますけど、勉強してないとメルマガで売れないですよ。 <laughs> はい、全く勉強せずメルマガで商品売れると思いますか無理ですよ。無理。はい、まあ、天才だったらわかんないですよ。天才だったらわかんないですよ。うん、だって、久保さんもマージャン店の親父がね、メルマガっていうね、もうそもそもメルマガの概念ないしね。<laughs> メルマガの概念ないですよ。マージャン店で、うん。ありました、久保さん。マージャン店、メルマガやってました。うん いってらっしゃい。